こんにちは、宮島です。今日が29日の、今19時になります。僕の登録者数の目標というのが1000人で5月1日までなので、あと1日ともう少しです。アルメニア時間で計算するので、日本時間でいうと1日の4時59分がアルメニアの23時59分、30日の23時59分になるので、それまでに、あとですね、今967名の方が登録してくれています。残り33名を今日のこれからの時間と、明日の日本時間で言ったら朝の4時59分、アルメニア時間で言ったら明日の夜中23時59分までに、1000人超えないといけません。最近動画をほぼ毎日投稿していて、内容も結構できるだけ濃く作っているつもりです。僕の今季の目標4つあって、1つ目がこのリーグでアルメニア2部リーグで優勝して昇格して来季1部でやるっていうところで、これはあと4試合中2勝すれば優勝となります。契約更新するかしないかできるかっていうのはまた別の話になるんですけど、まず優勝が近づいています。で、その試合映像も必ず載せます。で、もう一つの簿記3級を取るっていうところで、簿記3級の勉強を一度捨ててこの毎日投稿をやりました。勉強してないのでかなり頭が抜けてしまっているので、必ずこの1000人を達成してその後に勉強したいと思います。それぐらい、この1週間2週間にかけました。この動画を見ていてまだチャンネル登録をしていない方は、この動画だけじゃなくてこの前の昨日だったりその前の動画を見ていただいて、ちょっとでも面白いなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。帰国まで1ヶ月で切ってますが、リーグは必ず優勝させて、自分もゴールで結果を残して、この自然あふれるカパンから帰国したいと、いい気持ちで帰国したいと思いますので、YouTube、リーグ優勝簿記3級全部達成するためにお力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。また次の動画、5月1日にお会いしましょう。5月1日の成績は金髪坊主のカパンでします。なので、していただければ僕の金髪姿を見れると思うので、チャンネル登録してない方はよろしくお願いします。見ていただきありがとうございます。5月30日の日本時間18時にいつも動画が上がると思うんですけど、その時間にもし練習だったり何かなければ、YouTube ライブは明日中、日本時間の夜にやろうと思うので、もしよろしければ見ていただいて一緒に1000人超えましょう。以上です。ありがとうございました。おまけ。ゆうすけです。聞いてください。ピーターパン。巻き起こせ、見せつけろ、いくぞ。ニッチもサッチもいかないよ、綺麗ごとに踊り踊るされ、大人入場式なんてものはまるで捨てちまえ。ピーターパン症候群と指を刺さめのしられようか、手放しみたいなハッピーエンド、その手紙で起こるんだ。最後までご視聴ありがとうございました。5月1日までに1000人いけば金髪坊主になりますので、宮島の金髪坊主が見たい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。